ちは、もう風呂入って早いんです。こんにちは、こんにちは。すっきりした、お肌がプルプルです。パックしました、オルフェスさんの。肌がプルプル、口もプルプル。じゃあ今日2時間くらいの配信になっちゃうので、19時半過ぎくらいに終わろうかなみたいな大体の目安なんですけど、はい、肌もちもちでプルプルで、でもちょっと髪の毛がねくっついて、おでこもねうねっちゃうので、パックはねちょっと最近なんだ、オイル肌のオイルみたいなも塗るようになったんです。ブーカ10冊も買ったの、ありがとう、嬉しい、かわいい、ありがとね。さて今日何話そうかね、こんな時間にね見てくださってありがとうございます。ちょっと夜じゃないから見にくい、なんだろう、あんま人がね来ないかなと思ったんですけど、ちょっと明日リセット公演で早いので、ラッパのミソロアイドル早いので、早めに終わります。いやー嬉しいです、すごい。みくりん、インスタとツイッターいいね、ありがとうございます。あーかりんちゃんありがとう、めっちゃ私の好きな美女で思わずいいねをしてしまいました、嬉しいです。なんか動画作ってくれたりとか、その本当に嬉しいし、大変だよね作るのは、なのにありがとうございます。もう本当に嬉しくて、もう大切にしたい存在水はいくらあってもいい、そう水いっぱい飲んじゃうよ。なんかダイエットしてない時は本当にお水の飲まなくて、その食でなんか水分が湧くというか飲まないんですけど、ダイエット してる時こそお水めっちゃ飲んじゃうからなくなるんですよね。そうなんですよ。でも徐々に体重落ちていっていいペースで、今日もねリハでたくさん動いたのでむくみも取れてすっきりです。はい、ブブカ全部かわいい、ありがとう、嬉しい。ブブカあるね、最近取ったんですよ。でもまだ寒かった、暑かったかな、どっちだろう。でもその表紙のやつは結構風も砂もすごくて、風吹くからさ、その砂もめっちゃつくんですよ、やばかったです。いつもなグラビアで海行く時とかはほとんどその後お風呂入ったりしますねプール入ってるところあるんですけど、それで体流して、そう寝起き感すげー、本当にめっちゃ朝早く、今日5時半に起きたとよ多分お風呂上がりだからじゃないでしょうか。確かに寝起きとはあまり変わんないけど、顔はすっきりしてるかなって思うけどね。自転車乗ってるカット好き、ありがとう、嬉しい。あ、そしてそう、 TIFF の出演決まりました、イエーイ、ありがとうございます。私も今年夏イベたくさん出させていただくので本当に楽しみにしています。みんなと夏の思い出を作りましょう。 TIFF ね、やっぱ TIFF が来ると夏だなって感じするよね。毎回やっぱ HKT が TIFF さんに出させていただけるの本当にありがたい。肌ねツヤすごいでしょ、お風呂入ったけんね、肌がのツヤパックとかしてツヤすごい。最近肌に気を使ってるんです、本当に。あ、みくり覚えて、久しぶり、覚えてる、久しぶりやね、ありがとう。みくりの755の通知でちょうど起きてよかった、イエーイ、ありがとう。夏が来るとビーチサンダル、そうビーチサンダルよく、私が多分メンバーで中で一番履いてるんじゃないかと思う。グラビアやっとるけんね、 B さんですもん、グラビアの時いつも外行く時は。うん、B さんフルで聴けるようになったので、ぜひ皆さん聴いてみてください。2番もねすごくいいんで、はい、
ちは、初めて見に来ました。こんにちは、ケンケン、ありがとうございます。みくりの声聞こえて嬉しい。やった。なんか割と声に特徴があまりない人だから、そのかき消されることが多いんですけど、でもどんどんファンのおかげで序列が上がっていって、なんか2人での歌わりとか、君どこやったら1人の歌わりとかあるからね、声が目立ってて嬉しい、ありがたいね。最近ね、分かるようになった。おー嬉しい。あ、ここミクの部分だっていう部分あるよね。ここ誰の部分だって。私メンバーの聞いてて、メルちゃんいた時はメルちゃんとか、あ、これメルちゃんの声するとか分かってたけど、だいたいね、アキとナコはめっちゃ分かりやすいね、本当に。あと誰かな、まあ、秋とナコ、あと意外とナッピも分かりやすいかな。そうそうそう、うん、あっけない粉雪いいよね。いいですね、あれ振りめっちゃ難しいけどいいですよね。あんな振りめっちゃ難しいのに、私急遽本当に出演できなくなった時、ライブお芋ちゃん代わりに覚えてくれて、あのダンスを急遽覚えて、本当にもうお芋ちゃんにありがたいなと思って。あの振りは難しいからさ、本当に変わったところ多いと思うね。君どこ好きですだって。ありがとう、嬉しい。私も好き、本当に、うん、この間君どこのツバメとみずほのなんか聴き比べをしてて、あー、ツバメもいいしみずほもいいなとかずっと思ってました。この間、一昨日かな、いつぐらいだろう、その時に自分のちょっと MV 見るのは恥ずかしくてあれなんですけど、なんかいいなって思って声を聞いてます、うん、みくだって、あんにゃーん。みくの声はめっちゃ可愛い声だから、特徴的か、本当か、ありがとう、うん、ミクだよって書いて、ミクだよ、ミクだよ、あれあれか、なんだ、何のやつ、うん、今日火曜日、あ、HKTV だ、やった。ミクリン髪伸ばす予定ありますか。うん、イメージは今ボブのやつつけたいからね、今のところないけど、また近々ロングにしたい、近々ではないや、またいつか経ったら、ボブが定着してきたなと思ったぐらい、いつかのタイミングでまたロングもしてみたいなと思うし、でも今はボブを味わいたいです。ボブの夏絶対可愛いの、本当にボブでもいろんなアレンジできるからやりたい、うん。あ、ブブカ受け取りに行きたいけど配信始まってしまったな、わーおわーお、うん、坂道のぼ坂登ったらみくりにたどり着きました、お話し会かしていただきます。楓お待ちしております。楓さん、乃木坂さんだと誰が好きなんですか。私すごい、あの5期生さんかな、めっちゃハマって、あの2人可愛いなっていう推しメンがいて、ずっと見ちゃうんです。おすすめ、インスタのおすすめそれしか流れてこんくなっちゃった、ハマっちゃってる、やばいやばい。その前にね、もう HKT の6期生もみんな可愛いから、あのまだお話ししたことはないんですけど、ちょっと覚えたいです、もっともっと、ちょっとファンの部分が出てしまって、うん。誰が好きな、私はあの井上なぎちゃんと富と奈緒ちゃん、私奈緒ちゃんって合ってるのかな、が可愛いなって思って、はい、みくちゃんっていう子いるよね。ね、そう、可愛くて好きです。でも6期生もなんかいろんな個性豊かで18人もいるから、可愛い子いっぱいでね、いいなと思います。
あ、みんな慣れてあんまり言うと遡ってるのがバレるっていう。いやー、いろんなアイドルみんな可愛くてさ、ね、ティフとかそれこそアイドルみんなで高め合っていくものだからいいよね。ちょっと嬉しい本当に。押し増しをしても信用しないけんね、みくりんさらへよ、さらへよ、ちょわへよ。いや、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。すっぴんなのに可愛いって言ってくれて嬉しいです、ありがとうございます。2位に上がったでござる。おい、かよけまん、おめでとう。君とこの撮影地、おお、すごい、とても景色が良かった、いいですよね。和樹さん、ありがとうございます。私たちのなんか日記とかもあるのでぜひ見てください。それすっぴんの、すっぴん、すっぴんはちょっと幼くなっちゃうよね。でもこれもなんかショールームならではですよね。こうショールームに来てくださったみんなとは親密が深いというんですか、信頼関係があるっていうんですか、なんか全部をさらけ出せちゃうから、すっぴんでもこうやって普通にお話できるところがいいところかなと思います。ちょっと日本語は難しいな。ちょっと信頼関係が結構ねあるので、うん、幼いな、みんな好き。本当？髪切って大人っぽくなったねって言われること多くて、でもやっぱすっぴんだと幼いですね。なんでそんな信頼してくれてんの。え、話せばわかる、ずっと応援をしてくださってるので、はい。今日のパジャマのポイント、あるもう半袖ですね、パジャマ。どう、長袖はもう暑くて暑くて、もう下も上も半袖短パンです。でも外行くときは長袖長ズボン帽子です。あの、日焼けしたくないから。今日マリアと一緒の格好をしてた。マリアも長袖長ズボン。そうそう、これね、どこやろう。私ね、基本ファンの方のプレゼント着てる。ありがとうございます。生地がやっぱこれだとツルツルしてるけん涼しい。夜になると暑いです。でも私が外に出ないからかな。なんだろう、夜もは蒸し暑いし昼も暑いし、けなんか暑いです。清楚感がすごいです。ありがとう。すっぴんだからプレゼントを着てくれると嬉しいんだろうね。でも私も送ってくださるのすごい嬉しいです。本当にありがとうございます。夏服も待ってます。ぜひ私に着てほしいものがあったら送ってください。ちゃんと見てるし着てますし。 TikTok かわいい、ありがとう、やった。なんか TikTok ね、恥ずかしいけどありがとうございます。みくりん、すっぴん、はるさん、すっぴんです。ちらっ、いらっしゃい。透明感あるある、太陽光が今日当たっとるからね、あるある。ファンレターでも大丈夫で、あ、しっかり読ませていただきます、ありがとう。
気づいたら、お、私8日間連続配信すごーい。でも昨日めっちゃ短かった気したけど、連続するの嬉しい。あ、え、あ、本当だ、8日連続配信中、すごい。1週間以上一緒に過ごしてる。白熊くんこんばんは。白熊くんこんばんは。スピンに見えない、ミクリンめっちゃ違う。うん、スピンはあんま変わんないですね。なんか素朴な顔って言われる。素朴？素朴？薄いから顔が意外と、なんか素朴な顔って言われます、うん、今日5時半に起きました。朝の5時半に目がパッて覚めて、でまたなんかいろいろ動いたりして、でもきっと体力持たんなー思ってまた寝て、で9時とか10時とかに起きて、そっからいろいろ部屋の掃除好きなので掃除したりしてて、でリハーサルしに行って、ラジオ体操今日もしましたよ。今日ね、事務所ついてラジオ体操少ししたけど、もう少しだけで、でもなんか気持ちいいですね、やっぱ体がほぐれてる感じする。みくちゃん栄養ドリンク飲んでる？どうだろう、私ねグリーンスムージーめっちゃ好きで、コンビニのセブンとかにあるそれとかビタミンのスムージーとかを飲みます。スムージーめっちゃ好きなんですよ。仕事なのでまた、あー、帰れ、バイバイ、頑張って。ラジオ体操第2話まだやってない、第1ばっかり。ブブカ回収してきた、ありがとう功績さん、嬉しいです。うどん体操ってロデムさん何それ。今日の夕飯何食べるの？ダイエット中なので今日は控えたいなと思ってます。はい。控えて、わかんない、控えるっていつも言いながら控えれんのよね。控えれんかったら山芋かもずくかヘルシーなもの食べようかなって思ってます。昨日は久々に自炊してなんかやったんけど、そう、頑張って控える、本当に。でもお腹痛くてね食べれないんですよ。痛い方が強くて。黄色の水着が一番かわいい。おー、なんか小柄な人は黄色がに似合うみたいで、私も黄色好きです。ヤングジャンプで初めて表紙させていただいた時も黄色でしたね。黄色はいいですね、なんか爽やかというか似合う、私も好きです。ポテチとじゃがりこ気にしてよ。昨日ねこっそりポテチ食べたの、なんでバレてるの。いやー、でも痩せてたのには変わりない。よかったよかった。じゃがりこもダメ、小食になったの。前小食やったんですよ、なんか知らんけど胃がちっちゃくなっとったんやけどな、なんかダメでした。みくりんどうやって食事管理したの？コンビニになります。大体ダイエットするときはもうコンビニ食かジム行ったときのご飯になるんですけど、コンビニ食だと全部あの脂質とかカロリーが書いてあって、エネルギーとかがそれ見て、なんか大体1日500キロカロリーまで以内だったら絶対痩せていくんですよ。だからそれ見てなるべく野菜とかなんか体に良さそうなもの、タンパク質とか多いものを食べて、サラダチキンとかが一番いいんですけど、でやるかな。なんか自炊の方だとカロリーわかんないので、はい。プロテインはジム行った時に飲んでたんですけど、お家にないので飲んでないけど、最近そのコンビニでもプロテイン売ってあるじゃん、ザバスとか。でもそれよりもなんかグリーンスムージーとか、栄養の方を取るようになったかな。夏ね嫌いだったんですよ。
虫がいるから、今でも虫嫌いだからその部分は嫌いだけど、なんかイベントとかやるとやっぱ夏いいなって思います。ファンの方と一緒にバーベキューとか一緒にしたいし、やっぱそういう夏ならではでできることあるじゃないですか。なんか夏があるからこそ私秋とか冬が好きなんだなって思えるから、夏も好きです。嫌いな季節がなくなってきた。年々やっぱこう生きていくと嫌いなものがどんどんなくなっていくのが、なんか大人になったなって思う瞬間なのかもしれない。夏があるからこそ秋とか冬が好きです。夏来なくてずっと秋とか冬だったら気持ちがしょんぼりしちゃいそうで、夏って太陽の光がバッてあって、なんて言うんだろう、賑やかなイメージが強いじゃないですか。だから私基本引きこもり体質なんですけど、そういうのもあるからこそちょうどいいバランスが取れてるのかも。でも虫は苦手かな、びっくりしちゃう心臓が絶対それでも絶対に嫌いなものが虫ですね。虫苦手ですね。本当にゾーッとしちゃう。本当に苦手です。本当に苦手。はい、もう一人でいるときに絶対に虫が出たらもう何もできなくなっちゃうぐらい虫はもう無理なんです。明日はね、朝リセット公演あるから、明日リセット公演頑張ります。公演めっちゃ嬉しい、うん、髪型迷うミクリーも虫から守ります。どうやって守ってくれるんだよ、うん、公園行くよ。だって、お待ってるよね、みずちも待ってるよ。前列でやったらいいけどね。ブーカ最高だって、ありがとう。ページ数多いけんね、嬉しい。本当にありがとう、ゲットしてくれて幸せだ。今ブーカってコンビニとかに置いてあったりする？みんなやっぱネット注文ですよね、きっとね。全然私はまだ自分のヤングガンガンから自分の表紙を見れてない、見れてないっていうか、そのコンビニとかで見れてなくて、見たいです。コンビニよく行くから、あの雑誌コーナー行ってなかった時ちょっと恥ずかしいですうん、1日のリセットエレタン一緒だね。え、本当に？それ知らんかった。さっきエレタンと連絡取り合ってたんですよ。え、嬉しいな。でも本当に絡みない時ないんですよ。私まいちゃんともこないだ話したんですけど、なんか全然絡みないねって話してて、本当に絡みある人とない人の差が激しい、はい、全く絡まないメンバーもいるからさ、パフォーマンス中とか MC 中も違うたりする。うん、そう、来週は大阪のツアーです。みんな大阪行ったら何食べる？551の豚まんは食べるかな。何食べますか？あ、お好み焼き、たこ焼き。あ、たこ焼きね、新大阪駅で美味しいところあったよ。なんかね、ちょっと乗せたいね、たこ焼きか。なんか有名なたこ焼きあったよね。551外せない。そう、私も思うの、551食べたい。好み焼きはいいよね、わかるよ、うん、イカ焼き、あーすごい、なにそれ、カシア焼き、チーズケーキ、あーチーズケーキ聞いた、チーズケーキ食べたい。なんか大きそうやけんメンバーみんなで食べたい。無鉄砲っていうラーメンおすすめ。
食べれる時間あるかな、食べたいよ。福岡行きたいです。福岡は、大人の方でさっぱりした鍋が食べたいんやったら絶対にトリデンっていう水炊きおすすめいたします。もつ鍋が食べたいんやったら大山のもつ鍋をおすすめいたします。あとは福岡はね、どこも美味しいけどね、あ、ラルキーっていうパスタ屋さんも結構有名ですよね。あと何が有名かな、福岡かな、ドラキングっていう、それどこにもでもあるのか、天神にドラキングっていうね、なんかどら焼きとかのなんかいちごとかもあるし、あとむっちゃんまんじゅうも美味しい。むっちゃんまんじゅうどこに売ってあるんやろ、いつも差し入れとかでたまに来るんですけど、むっちゃんまんじゅうとかも美味しいです。あと吉塚うなぎだね。吉塚うなぎは絶対、福岡でうなぎ食べようと思ったら絶対吉塚うなぎ行ってください。本当にお願い、これは吉塚うなぎは本当に私も大好きで、もう本当にうなぎ食べたい、ここ行こうっていうのを吉塚うなぎしかなくて、吉塚うなぎ以外のうなぎやったら食べたいと思うで、ならん。あと明太重も美味しいです。意外と一蘭とかのラーメンはなんか東京とかの方にもあるんですよ結構。だから、一蘭とかを福岡で食べるよりかは吉塚うなぎとかそういうの食べてもらいたいな。お腹空いてくる時間ですしね、福岡来たらぜひ食べてください。はい、本当に、鍋が有名ですけどね、はい、絶対美味しいのでぜひ食べてみてください。ラーメンはシンシン、シンシン全然いけてない、食べたいです。いっぱいあって覚えられん、わらなんかでも福岡のグルメって調べたら大体いいとこ出てくるから、ぜひ。明太重もいいね、明太子を使ったね、ご飯屋さん、そこのプリンが美味しい。私うなぎが昔ちっちゃい頃食べれなくて、骨が結構あったりするのかな、なんか魚が基本苦手でうなぎも絶対無理だったんですけど、親にその家族にその吉塚うなぎに連れて行ってもらった時に、なんだこれ美味しすぎると思ってめっちゃうなぎ大好きになって、そこからハマった。自分も骨嫌いだったね、牛とら骨絶対詰まるんですよ。だからみんなどうしとんるんやろうってずっと思いよったんやけど、美味しいです。そう、喉に少し引っかかって絶対痛いんですよ、それが無理だったんですけど、タイとかもなんかありますよね骨が、だから骨ある魚結構苦手なんですよ。そう、好きですけどね、なんか骨いちいち刺さるのが怖くて無理だったんです。そう、取り出すのも面倒で、そう、よく噛むって言うじゃないですか、噛んでもたまにちっちゃいのあるから痛いんですよ、敏感で。あ、喉痛いの治りました、そういえば治ってた。のど飴やっぱ効く、あのトローチいいですよ、こないだ見せた。あ、スーダークさんだ。ブリとかも多くない、ブリとかもいいんかな。僕はもう布団でゴロゴロしています。私も絶対お家帰ったら絶対ゴロゴロしちゃう。いいんですよ、それが当たり前のことですよ。ニクニってエゴサする、エゴサってさどういう意味ですか自分のこと調べるって意味ですか。え、それは絶対しませんか。みんななんかファンの方のリプとか見れなくない、そしたらファンの方のメッセージとか。私は基本ツイッターでその
雑誌とかの関連でそのいろんな書店さんがその私の雑誌を置いてくださってたりとかするときに、なんかそのなんて言うんだろうな、田中ミックさんの雑誌をここに置いてありますよとか、そういうのってだいたい私の元まで届かないことが絶対に多いっていうか当たり前なので、田中ミクって検索してなんかあこれはいいねした方がいいなって思ったやつとかいいねするし、そこでなんかツイッターとかで田中ミクとは検索するようにしてます。お仕事としてやってます。でブーカさんのツイートがあったらいいねするとか、大抵こっちに通知来ないことがほとんどだから、うん、悪いこと書かれてあるかも。悪いこと書かれてることもあるあるあるし目につくけど、まあ、表に立ってるなんからそういうのは当たり前って思っとかないとやっていけないので悲しくなったりもするけど、それで悲しくなってうんってなっちゃう方がなんかもったいない人生が、だからまああんまり気にしないようにするのが一番じゃないか。みんなもきっとさなんかうんって思うこととか、うまくいかないとか悪口言われたとか悲しいことあると思うけど、本当に気にしないのが一番だと思いますよ。本当にそれ以前にあなたを大事にしている人の方が多いそっちにたくさん苗をあげた方がいいよ。私もそうしてる。そうミクメールの返信は必ず見てるの。大体私ね夜に見ることの方が多いです。お昼とか大体活動してるのでショールーム終わった後に見ることとかの方が多いかな。大体ショールーム終わってミクハッシュタグミクメールとかで検索したりすることが多いかな。ミクに卒業の予定ある？一切ないです。でも私その体調崩した時結構本当に深刻な感じの状態だったので、まあ薬で落ち着いてるんですけど、本当にその時はしなきゃいけなくなっちゃうのではないかとずっと悩んでたんですけど、本当にマネージャーさんとか大人の人とたくさん話して今ができてるので、本当に今はずっとそのでもお仕事は好きなのでたくさん入れてもらう感じなんですけど、でも本当にびっくり、人ってないきなり何があるかわからないから、私はでも普通に HKT が好きだから何かない限りはずっとやっていきたいなって思ってますよ。本当に好きだし貢献できさしたいなって思ってます。いやなんか他のの考えられない、他のやってる私が本当に、でも本当になんか薬のおかげでよかったなと思って、とあと少しセーブもさせていただいてたのでよかったなと思って本当に、ミクに作詞は続け、作詞全然なんかお仕事来た時は書くけど、私もなんかそういうね、さしこちゃんみたいなプロデューサーみたいなね作詞書くこととかのお仕事やってないので、やってないけど趣味で昔は曲作ってたりもしたけど、今は作るよりも聴く方にハマってたりとか、作った人のを見るのが好きですかね。水色アルタイル好き、私も好き。でも私不本意アンロックめっちゃ好きです。いい歌だなって思う。すごいいい曲本当に。そろそろ夕飯食べますよ。おー何を食べるのか、スチーだって解放ケマン、ニークもありがとう。スチーありがとう。ムックさんこんばん、こんばんはムック。部活行ってきます。部活、うわすごいこの時間か、何の部活やっとるん。いってらっしゃい。6時なのにまだ明るいよね。
そうね、夏やけんね、7時くらいまで明るいんかな。嬉しくない？ちょっとなんかそこが夏の良さよね、本当に。もうこんな時間なのになんだと思っちゃうもん、明るいから。葵ちゃんって呼んでるの。葵か、葵たんか。私人の呼び方を固定することなくて、そういつも変えちゃうな。今仕事から帰宅中でブーカ取りに行ってきます。くっちさんありがとうございます。今日のミクも好き、いつも好きでいてありがとう。スチコと連絡と、スチコとね昨日電話した。で私結構定期的にメンバーと連絡取って、かもしれない、仲いいメンバーだと、はい、スクショタイム、ちょっとすっぴんなので、でもいつでも受け付けております。好きなタイミングでピースしとこう。なんかあんまり漏れないんでやめてください。ミクモンモンはどんな時に使うんですか。ミクモンモンどんな時に使うんやろ。ね、私もよくわかんないんですけど、わかんない。好きな時に使うでいいんじゃない。ミクモンモン。ツーショット初心会でいっぱいしましょう、MC に困った時にいきなりミクモンモンっていうの怖いよ。怖いよ、考えただけでも怖い、大きいは。でも絶対ちょっとすっぴんなんで、今日はちょっとメイクしてる時の方がいい、やっぱオフ感満載なので。大学のサッカー部行ってくるね。あ、サッカーしてるんだ、モテるでしょ。サッカーってなんかモテるイメージある、サッカーとか野球とか。すごい頑張ってね、怪我しないで無事に楽しんでください。目の前でミコも見たい。やすかにさん来てよ、いっぱい来てよ。中一かわいい、やったー。今日のはパジャマです。今日パジャマです。もうお風呂上がったんでね、パジャマ着て家でショルマってゆっくりして、何しようかな。今ネットフリックスで動物の生きるなんかなんだろうやつを見るのにハマっとって、そうね、見たりとか、する。今日でだって5月終わっちゃいますよ。明日から6月ですよ。早いよね。今って季節なんですか。もう梅雨来て夏？夏まだかな。暑くない？でもなんか。嘘やん。春ではなくない？もう桜散って今の時期って何なんですかね。初夏ですか？どっちなんやろ。夏の前か。夏の前ですよね。なんか暑いんか、なんか最近さ不安定ですよね、結構天気が不安定だと私も不安定になっちゃう。分かんなくなっちゃう。雨降ったりもするし、まあまだまだなあれですよね。5月終わっちゃいますね、本当にね。6月もいい1ヶ月過ごせますように。5月にお願いするからね、きっとねできますよ。6月も7月も8月も9月も10月も11月も12月も今年1年怪我なく無事に過ごせますように。運がいい時に願う。あ、6月ナコの誕生日だね。6月21やろ、ナコが。ナコの誕生日やね、覚えとるじゃん。で6月23日が B さんの発売日、みんなぜひチェックしてね。
で6月はあのですね、6月は私の雑誌がたくさん発売されます。イエーイ。が皆さんお財布の方と6月相談してください。私のゲットしてください。でもまあそんな負担はかからないと思うんで、みんな内緒だけど6月も雑誌あるから、ぜひみんなお願いね。でもそんな雑誌って お安いですから、はい、ぜひゲットしてください。楽しみにしててください。私もみんなが追いつけるように宣伝いっぱいするので、ちゃんとあのインスタとか見て毎回見てたら分かりますので、アップトゥーボイスさんも楽しみですし、ちょっと私もコンビニでいっぱいミクを見れる夏になったらいいなと思うので、アンケートもお願いします。ぜひ本当に今年頑張ろうっていう気でいるので、なんか頑張るってずっとは続かないじゃないですか。一旦休憩挟んだりもするわけじゃないですか。それを踏まえて私今年1年頑張りたいっていう気持ちなので、ファンのみんなも私と同じ気持ちでいてくれたらいいなって思うので、とりあえず今年1年だけでも全力で頑張りたいなって思います。私もファンの方が喜んでくれるように可愛く綺麗に撮りたいですし、ファンの方も今年1年だけでいいので1年だけっていうか1年結構でかいんですけど、1年そのも私たちの目標としてミクリンをまた表紙にしたいって思ってもらえるように、私も頑張るし、ファンの方も、私のファンの方ももちろんゲットしてくださったら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。宣伝するので絶対忘れることはないので、私のインスタとか見てれば、なのでツイッターとかね、インスタ見てればよろしくお願いします。あともう一つ目標もあって、あのカバーガール大賞も目標に入れてたんですけど、それと別にツイッターとインスタを、インスタ難しいかなと思うんですけど、20万人今年いけたらいいなって思ってるので、今ねツイッターが19万8千人で、あと2千人で20万人なんですよ。そうドンと増えてくれて、でインスタがまだ18万3千人、昨日ね2千人から3千人に乗ってて18万3千人なので、まああと2万人ちょっとインスタはちょっと難しいと思うんですけど、ツイッターは絶対20万人行きたいなと思うので、あのフォローよろしくお願いします。結構ねなんかインスタとかツイッターとか、まあ、ツイッターとかを投稿しててリップくれたりとか、引用リツイートもちゃんと見てるんですけど、引用リツイートとかも見るけど、なんかフォローしてない人の方が多くて、そうそれなんか なんでなんだろう、どうすればいいんだろうね。そうフォローしてない方の方が多いんですよ。なんかでなんでなんだろう。なんかでも結構坂道さんのファンの方とか触れてくださったりするけど、フォローまではやっぱそうねできてなくて、結構イコラブさんと坂道さんのファンの方とかが注目してくださったりもするけど、あの引用リツイートとなんかそうとかしてくださったりとかコメントしてくださったりするけど、フォローはしてくれてないから、ちょっとフォロワー増やしたいなって思います。あと2000人頑張りたいです。今年中に20万人両方行きたいですね。ミクリに会いたいってコメントあったキムデウォンさん、キムデウォンコマオヨーチャラヘヨ、ありがたいです。そうそう、だからフォローするほどじゃないって多分思われてるから、好きになってもらって、まあ、ちょっと気になる存在でいたいなと思います。はい、ツイッターやってないの、ぜひ入れてフォローしてください。お願いします、うん、
나도보고싶어요어すごい私も会いたいえめざちありがとう나도보고싶어요보고싶다会いたいなんで、あの皆さんツイッターとかインスタとかたくさん周りに宣伝お願いします。はい、お願いします。ただ私なんかインスタの減りと増え具合が激しくって、インスタちょっとずつ上がっていってるんですよ。何十人かずつは上がっていってるんですけど、がインサイトインサイトで見れるのがあって、私1日に、まあ、多くて300人少なくて100人フォロワー減ってるんですよ。でも1日にその分多くて、300、400人少なくて200人は増えてるんですよ。だからその激しくて本当に1日に100人から300人は減ってるけど、1日に、200人から400人ぐらいは増えてるから、まあ上がってはいるんですけど、そう、その増え下げが多くて、毎日そう激しくて、あ、なんか減るは減るけどめっちゃ増えてる量はあって、それでどんどん着実に上がっているのも嬉しいなって感じます。はい、インスタってね、激しい結果は増えてるんですよ。はい、だから嬉しいんですけど、大体 は激しいですね。ちょっと一気に減らないように頑張りたいと思います。はい、あ、インスタライブしたらめっちゃ増えてました。なんか100人とかぐらい増えたりする時もあります。そう、あとコラボしたりしても増えたりもするかな。だいたいインスタライブしたらめっちゃ増えたりもするかな。 TikTok は目標のフォロワー数ないの。 TikTok はみんなにもっと頑張った方がいいって言っていただけるんですけど、私もなんか TikTok、 でもなんか別に TikToker ではないから、 TikToker になりたいとも思ってなくて、なんか頑張るでやるだったら TikTok やらないでいいかなって思っちゃうかな。時代は TikTok なのは知ってるけど、なんて言うんだろう、私の今後の長い目で見た時の将来には必要ないかなって思ってて、ファンの方があの楽しんでくださったらいいなって思う気持ちで気軽にやってるから、なんて言うんだろう、 TikTok にめっちゃかけてるっていうのはないんですよね。だから TikTok の目標のフォロワーとかもなくて、本当に非表示にしたい波なんですよ。本当にそんくらいの軽い気持ちでやってるから、そこはないです。でもなんか元々始めたきっかけが TikTok を、自粛期間で何にも仕事なくって何にも外に出れなかった時に TikTokやろうってなって TikTok を極めてたんですけど、今はこうやって普通に活動もできてライブもできてってなって、別にそこまで自分にとって TikTok でしか触れ合えるわけでもなかったから、なんか SNS を一旦セーブしてるんですよ。その TikTok とか気軽にやれるものだと思って。でもやっぱり流行りは TikTok じゃないですか。でもなんて言うんだろう、私は別になんかそこまでめっちゃ頑張りたいっていう気持ちがそこにはないので、本当に長い目で見た時に私は必要ないと思ってるから、あのとりあえずはツイッターとインスタとかは目標はあるけど、 TikTok は好きでやりたいのでないです。でも見るのめっちゃ好きで、メンバーの全員フォローしてるんですけど、メンバーの全員いいねしたり、いいねとかなんか見たりするのは好きです。はい、だからみんなもなんか、ね、でもバズったりするのはやっぱ嬉しいなと思います。 TikTok あと継続が良かったりもするのでね、はい、
や、そう、私ねやるよりもやっぱ見る方が楽しいから全部楽しい気持ちでやっちゃいます。恥ずかしいです。あと大人になってきてるからかと思うんですけど、 TikTok をやるのが正直恥ずかしくて、恥を捨てて頑張ろうとは思うんですけど、あれは心が若くないとできません私は割と恥ずかしいと思っちゃうタイプなので恥を捨てる気持ちでいつも頑張ってますよ。でもちょっと恥ずかしいんですよね、何やってんだろうって気持ちになっちゃうの、ちょっと恥ずかしいんですよ。そう、でも恥を捨ててやってる人見るとすごくかっこよかったり可愛かったりするから頑張ろうって思います、私も。はい、ちょっと心が落ち着いちゃっててだからいつもメンバーと一緒に撮ったりするのがほとんどで、一人ではあんまり撮ってないかったり、まあ、撮ってるは撮ってるんですけど、メンバーとのは思い出ですからね。なんかメンバーとよく撮っちゃいます、いつもメンバーと一緒ならその安心するっていうね、はい、思っちゃいます。確かにって、そうそう、よくメンバーと撮っちゃうんです。はい、だから更新来て即保存、あ、よろしくお願いします、保存してください。くるちゃんとのやつ可愛かった、ありがとうございます、嬉しい。あ、昨日のメイドのやつももう恥捨ててましたあの恥ずかしかった。 Please follow my Twitter and Instagram. Please I'm my follow Instagram and Twitter. よろしくお願いします。ね、でもいいなと思う、なんかコスプレとかしてなんかやったりするのいいなと思います。発音がいい、 Thank you。 昨日撮ったのもちろん、いつ発売なんだろう、まだ決まってないと思います。楽しみにしてください。昨日7着6着かな、結構来ました。足がしびれてきた。消すまでが早くて見れないことあるのが残念、ごめんなさい、恥ずかしくて。ツーショットかい、あ、衣装でさツーショットするやつもありますよね。どんな衣装着るか楽しみにしててね。一旦抜けます、ありがとうございます。あ、一郎さんありがとう、いってらっしゃい、いってらっしゃいだ。頑張ってください、ありがとうございます。白くもくん久々見れた、そう、誕生日メール、あ、撮ってくれたよな、ありがとう、嬉しい。結局写真会をコスプレするの、え迷ってます、どうしよう、え待って、情報把握できてなくて、まだ情報把握できてないです。なんか何日にこれで何日にこれとかが把握できてないです。制服と衣装とあと私服があるってこと、その私服をコスプレにするってことかな。ちょっとできなかったらいつかショールームでやりますわかんない、ちょっとまだ予定を確認させていただきます。あと1時間ええあと1時間くらいですかね。窓全開にしてた、よいしょ、
喉が閉まんなかったです。なんでだろう。めっちゃ全然閉まらなかったんですけど、なんでですかね、喉が閉まんなかったです。はい、わかんないです。苦戦して諦めて帰ってきました。窓閉めなかった。あ、パジャマで写真家はね、パジャマは難しいんですけど、チャイナ服とかだったらいけるのかな。か紅白、え、あの、はるか、ん、なんていう名前だっけ、セーラームーンのやつやります、できたら。あ、ほたるちゃん、そういつも忘れちゃう、やりたいと思ってます。いつか。お腹空いてない、お腹空いてない、なんか水いっぱい飲んでいい感じです。本当にナコミク好き、え、嬉しい、ありがとう。チキの取り方にこだわりも、え、持ってない、チキを普通に取ってるかな。あ、でもポーズは毎回違うようにしてますよ、当たり前か。シャメ会行けないからショルメやってほしいな、いつかやりたいです。みくちゃん好きで推しメン候補なんけど、思い届いてる、届いてない、だって推しメンじゃないもん。はい、みくりんの口調優しくて好きだ、口調。ありがとう、笑っちゃうな。シャメかおすすめポーズはみくもんもんです、とハートできたらしたいな。見つめ合いとか顔は見えなくなっちゃうけど楽しいよ。眠いださん、いつもコメントありがとう、 TikTok 見てるよ、ありがとう。うん、大阪のツアーのためにうちわ作ってる、えー、ありがとう、大きく作ってもみーくーって。見つけたい、絶対にお願いします。目なんて合わせられないよ、照れる、えー、かわいい。ゆくりの考え方と伝え方が大好きで、ありがとうございます、嬉しいです。たまになんか勘違いされることの方がやっぱ多いんですけど、分かってくれる人が分かってくれたりとかするとすごく嬉しいです。思ってることがたくさんあって、自分の意見とか考えを短い時くまとめて話すのがとても苦手なので、そういう部分を成長できたらいいなと思います。うん、キャプテンとかリーダーとかって本当に伝えたい部分を簡潔にして、メンバーとか大人の人に伝えてるのを見てすごいなって思ってるから、私はそれがちょっと不得意なので、ショールームとかでも簡潔に話したら勘違いすることの方が多いから、気をつけたいなって思ってます。ミクリンが買ってる食べっ子って何味？食べっ子水族館、そう、水族館の方大好き。簡潔に伝える、大好き、かわいい、ピエンミクも大好き。いつもありがとう、本当に大好きだよ。うん、
来週大阪、再来週写メ会、その次の写メ会、やった功績ありがとう、いっぱい会えるね、楽しみだ。食べっ子動物とまた別、そう、トマトさん、トマトさんまた別で、なんか食べっ子動物は普通のクッキーみたいな、それも美味しいんですけど、食べっ子水族館はチョコが染みててめっちゃ美味しいんですよ、本当に。ちょっと溶けたくらいが美味しいかも。でも手にねチョコついちゃうからちょっとあれなんですけど、ちょっと溶けたくらいがなんかチョコが溢れとって美味しいです。たまになんかチョコめっちゃ入ってるのとかあって美味しいです。もう 何袋も食べてるか分かる、美味しいです本当に。あとなんか食感も好きで、めっちゃ好き。でもじゃがりこがやっぱ一番好きかな。ゆっくりがイメージ上に来て、テーマパーク、テーマパークですか。ハウステンボス行きたいです。私まだ1回しか行けたことない。ハウステンボス行きたい。あとはあのグリーンランド熊本の行きたいです。じゃがりこは最高、じゃがりこ王道、そうじゃがりこいいよね。じゃがりこ何味が好き。昔はサラダだったんですけど、今はもう迷うな。あれです、九州醤油好きです。匂い香りがめっちゃ好きで、めっちゃって変えちゃう、めっちゃ好きです。本当に本当に大好きです。めっちゃ美味しいです。あれずっとあってほしい、本当に大好き。ご褒美で食べたい件我慢する。みくちゃんって面白いね、よく言われます、面白いねって。変な人ですからね、よく変な人だねって言われます。うまい棒食べない、うまい棒あんま好きじゃない、好きだけど好きじゃない。のり塩バターも美味しいよ。あーわかる。でもいや九州醤油美味しい、じゃがりこ大好き。世界一面白いの？嬉しい。それはもうミク見たらめっちゃ元気出るじゃん。ミク本番はもう寝るの？どうやろうか。5時半に起きて、あでも9時とか10時とかに起きたんやけど、なんか意外とね最近寝るの遅いかもしれない。12時前には必ず寝てたけど、最近1時過ぎとかには寝ちゃうかな。今日はなるべく早く寝れたらいいなぐらいかな。寝れるかな。ミクちゃん変な人なのか。有田さん、ミクはなんかちょっとずれてるんですよねきっと、ちょっとずれてますね。配信終わったら何して、配信終わったら大体お風呂上がって配信することの方が多いけん寝るか。あみんなのそのショールーム楽しかったよっていうコメントとか見るか、ネットフリックスか、仕事の確認とか暇してます。大体は、ミクリンが普通になりすぎて俺が変な人になりそう、やばすぎ。ちょっとずれてるところが可愛い。ずれすぎな部分もあるけど、ネットフリしか見ない。フールも見とったけどネットフリかな。スパイファミリーとかやってるし。でも規則正しい生活してます。そう携帯がね斜めってて時空が歪んでるのかと思った。あそうですよ、アップトゥーボイ次は私が表紙させていただきます。6月見てね。YouTube の切り抜きで可愛い&面白いのを来てみました。あそれはありがとうございます。切り抜きを見ちゃったの。いろんな幅広い配信なのでぜひ。あ、Twitter とインスタもフォローして。
好きになってください。イエーイ、宣伝宣伝。ちょっとずれてるところに慣れてきた俺がいる。パルちゃん慣れたらあかん、慣れたら同じことになっちゃう。スパイファミリーで推しキャラいますか？まだあんま分かん、推しキャラって難しいよね。でもアンニャ可愛いです。疲れそうのの、なんていうんですか、の脳内じゃない、あのなんか脳内、あのなんか、あのなんか、あの技術というか、あのなんかあれ、あのあのあれだよ、あれなんか、あれあれ、脳内のさ、あ、そう、あれあれ、そう、あれ疲れそう、超能力だ、そう、あれ超能力、あれ疲れそう。人の考えが分かるのはきついですよ、絶対に。なんかね、人間っての本性が見えちゃうの怖いよね。知らなかったらよかったって思うことの方が多そうで、あーね、大人になるとき大変そう、うんうん、今もしまたアイドルになれるとしたら46に入りたいですか？それはなんかいい風に捉えて、絶対ないです。絶対 HKT に入ります。それは今の気持ちのまま HKT が好きだからっていうのと、なんて言うんだろう、その私がアイドルになって、私が人気にならないと、私が46に入りたいってなって、もしね入ったところで、それは私の人気でもないし実力でもないし、そのグループの実力、その積み上げてきた実力の中に紛れてるだけだから、私は HKT に入って HKT を人気にしたい、その自分の実力とメンバーと一緒に、なんて言うんですか、力を合わせて、そう、それとこれがちょっと違うかな。そう、どこのグループも一緒なんですけど、結局はその私が HKT 入ったのも HKT が人気になってる時に入ってしまったから、そのままの勢いでもっと私もまだまだ頑張りたいですね。なんか今どういうアイドルが人気なのか分かんないし、時代とかもあるから難しいんですけど、でもやっぱ私は HKT を応援してくださるファンの方が好きだから、 HKT にいたいなー、ずっと、じゃあ今の HKT を追ってた人気とは思ってないの？人気とは思ってないっていうか、だってドームでできないじゃないですか、そもそも。普通に考えて、今の HKT でペーペードーム埋めれますかって言われたら、ペーペードームでまたやってなくないですか。現実をちゃんと見た状態で、私は HKT でドームを建てれるぐらいまでになりたいし、世界的に人気になりたいから、もっと私全然まだ人気なくて、なんて言うんだろう、ずっと9年目でやっていってるのに、ちょっと今達観してみた時に、なんかそのグループにあんま貢献できてなかったりとかする部分もあるかなとか思ったりとか、なんだろう、なんか思っちゃうんですよね。その自分の人気に悩む時もあると思うから、なんかちょっとね、会いに来てもらえるような人にもなりたいなとかも思うので、私まだまだだから頑張らなきゃなって思います。はい、まだまだだなって思うことが多くて、自分がだから、なんか申し訳ないけど、もうちょっと頑張っていきたい。いや
グラビアで今こういけてるけど、いつかグラビア終わるので、そう終わった後に他に田中美久に何があるかと考えた時に、厳しくならない状態になるためにオールマイティーにいろんな分野で活動できて支えれるように、結構 HKT では坂口理子さんとか松岡夏実さんとか結構リスペクトというか憧れてて、なんかなんて言うんだろう、ちゃん公演の MC とかも楽屋でみんなをまとめる時も結構支えてくださってるメンバーが多くて、先輩方が、だからなんか裏で見えてないところでどれだけこう支えてくださってるかっていうね、それ先輩見習って私もそういう人になりたいなって思いますね、本当にそう思います。なんかはい、頑張りたいですね、自分の得意な分野だけではなくいろんな分野でもできるように頑張りたいです、うん、まずはたくさんの方に会いに来てもらえるように頑張ります。目標があるっていいことなので、今年の目標をさっき言ったみたいに達成できれたらいいなと思いつつ頑張ります、うん、出かけるとき携帯以外で必ず持つものある。本当に私ね、出かけるときね荷物少ないんですよ、携帯と財布だけです、あとは何も持っていかないですね。買い物するときはエコバッグみたいななんか大きいバッグ持って行ったりするけど、なんか基本携帯と財布だけ、本当だからそのポケット付きの服とかめっちゃありがたいです、うん、嬉しい。微力だけど応援する、ありがとうございます、うん、そうポケット付きね、なんかお洋服とかにもポケット付いてたりするやん、めっちゃ便利あれ本当に。バッグは持っていく、バッグ持っていかんこともある、基本ちっちゃいかな、ほんと荷物少ない。コンビニ行くときは携帯だけ持っていく、携帯とかキーだけかな。最近考え方も大人みくりん、考え方はどうだろう、でも昔から知ってる方はなんて言うんだろう、分かってくれてると思うけど、あんまり変わんないですよ、その根本は元の。みくりんはセブン、コンビニですか、セブンが多いかな、セブンイレブンが多いかも。まだ21歳になりたくないですか、どうだろう、わかんない、まだでもなんか別に年を取りたくないと思うことはないんだけど、常に楽しもうと思ったら楽しめるからなんかないんだけど、なんか早いなと思います、本当に、なんか本当に早いなって思ってしまう、あ、そうセブンのお店で揚げたカレーパン、そう知らないんですけど私、なんかそれね美味しいって聞くから食べたいんですけど、どこにあるか分かんなくて食べたいです、うん、美味しいんだ、食べたい、男性の仕草でドキッとする、男性の仕草でドキッ
そうすることは、みくちゃんって言われたらドキッとします。握手会、お話し会とかでみくちゃんって言われたらちょっとキュンときちゃいますね。いや、コメントではちょっと違うんですよ。実際になんか会った時にみくちゃんって言われたらキュンときますね。なんでちょろさ。なんかみくちゃんって言われたらキュンってきちゃいます。しれっとあんま顔には出ないかもしれない、キュンってきます。はい、あと話し会はそれなんですけど、オンラインだと目を見られるとドキドキしちゃいますね。意外とピュアなんですよ。自分で言うのはあれなんですけど、目見てくれてると思って嬉しくなりますね。だから大抵そうなんですけどね。はい、なんかよくよく考えたらちょっと恥ずかしいなみたいな感じになります。うん。自分はまだまだ子供だなと思うときは、たまに朝に弱いところとか、なんかメンバーと一緒にはしゃいだりするのが楽しいって思って、わーってなるところとか、昔から変わってないんですけど、でも子供やなって思う。なんかそうやって見てないか分からん、生きてる時に。はい。俺も朝苦手。そう、でも今日めっちゃすっきり起きれた。分かんない、分かんないです。5時半は夢の中です。いいな。いいな。いくつになっても早起きと早しあまり。かわいい、かわいい、かわいすぎる。怖いとき怖いよな。僕もたまに注射打つときとか怖いです、たまにね。寝てるときに米返しててびっくりとか、あ、昨日かな、返して、昨日返してたかな。アイドルスイッチはないです。アイドルになるだけとかなくって、ただしっかりとしたパフォーマンスを見せたいっていうスイッチはあります。ステージに立つときで深呼吸して整えてた状態で立ちます。やっぱそこは見せるものとしてきっちり見せたいから、公演もライブもイベントもステージに立つときは完璧なパフォーマンスを、まあ、どんなパフォーマンスであれ楽しんでもらうことを第一に考えてるから、アイドルスイッチとかないかな。うちわとか持ってたらね、レッスン送りやすいね。見る側も意外と緊張。あ、本当に。どんな仕草をしてる時がアイドルだなって思いますか。何その質問。どんな、何やろう。あ、でもなんか MC とかでなんか萌え台詞とかあるやんか。なんかちょっと恥ずかしいな。
もう恥ずかしいってなる。私意外とさ、なんかそのメンバーを見て私こういうキャラでいこうみたいな、この中やったらなんかいけるかなとかいけないかなとかあるんですけど、それでなんか萌え台詞でなんかやってる時はなんかちょっと恥ずかしいってなっちゃいますねそう、キュンキュンなんとか胸キュンスタートみたいなのはアイドルやみたいな、恥ずかしいってなる、うん、ミククとか出た時にちょっとなるあとあのアイドルだなと思う瞬間、まあ、コールを聞いた時なんですけど、今はもう聞けないんですけど、なんかミクリーンとか言われたら嬉しい、めっちゃそれが嬉しい。本当になんか3人とか2人とかの歌割りでもなんか分かれるじゃないですか、その推しメンで。でもそんな中でもミクリンっていうそのかすかな声にすっごく感動して本当に嬉しくて、それをかみしめて踊ってます、はい、でも今は本当に出せないけんね、ちょっとあれやけど、なんか拍手とかそういうのでやってるからさ、なんかイエーイ楽しもうってなるけど、でも私本当にコールが好きやから、早くできるようになったらもうめっちゃ聞いたら泣いちゃいそうなくらいなりそう、うん、お菓子のラムネ好き、好きよラムネ好き。でもコーヒーのラムネがあってな家に、でもそれまだ食べれる勇気なくて食べとらん、うん、まあ声出せるようになったら出してください、うんうん、あ、歌番組出た時はミクリンコールして、え、かわいい、なんじゃそりゃ、ありがとう。スワンの衣装で一番好きなのはあっけないこの雪かな、ゆねが一番かわいいか、月中の衣装も好きだけど、あけないこの雪の衣装めっちゃ可愛くて好きやな。1ヶ月休みあったとしたら何したい、何するかな、旅行行きたい、めっちゃコロナ禍関係なかったら海外とかも行きたいな、自由にできるようだったら海外行きたいわ、オーロラ見に行く絶対夢のひとときを過ごしに行くよ、うん、突然ですが萌え台詞お願い、無理です、ごめんなさい。海外のどこかはその時決める、あとめちゃくちゃダイエットするで1ヶ月の間で太る美味しいものいっぱい食べたい今オンライン留学してる、おお。たった今ブーカ買ってきてよ、あ、ありがとうございます、嬉しい、うん、国内の旅行で行ってみたいところある、京都かな、京都か北海道か大分、大分はねエレタンと2人で行ったんですよ前に、地獄温泉、地獄巡りとか温泉入ったりとかして、だから京都は行きたいな、京都、あ、じゃどこだろう、北海道とかな、北海道は海鮮とかジンギスカンとか食べた、北海道行くならナッピに連れて行ってナッピにいろいろ教えてもらいたい、うん、詳しそうやからメンバーみんなで、そうそう行ってみたい、
京都やったら一人でも行けるかも。でも一人でどっか行こうって今ならんのよな、あんま。どっか京都はどっか行きたいかな。家族とかわかんないけど、なんかどっか行きたい。海外はね、台湾かな、がすごかったよ。香港、台湾、香港すごかった。夜景がすごく綺麗でっていうのを覚えてるね。あと北京ダックがめっちゃ美味しかった。ご飯めっちゃ美味しかった。うん、すごかったな。なんか韓国もザ韓国って感じですごかった。ご飯どこの食べても美味しい。日本の食べたら安心するって感じ。日本帰ってきた時に、あ、日本のご飯だって安心するけど、他のその海外のご飯もめっちゃ美味しい。結局ご飯は全部美味しい、うん、プルダックボックンも美味しそう。また神戸に来てほしい。行きたいです。オーストラリアでそば食べた。それ日本やんけ。いや海外行った方がご飯たくさん食べちゃうかも。やけんそれこそなんか写真集が海外じゃなく、海外が受かったっちゃけど、なんか海外じゃなくても安心したって感じ。な、海外行ったらな、絶対なんかこうそこでしか食べれないものがいっぱいあるじゃん。そこでしか食べれないってなったら絶対食べるんです私。だからその台湾、香港、上海、韓国行った時はもうそこでしか食べれんと思ってめっちゃ食べちゃうのよ。そう、なんか別お家とか福岡やったら、まあ、いつでも食べれるから我慢はできるけど、本当にその海外はもうそこでしかその味を食べれないと思ったらもう絶対食べとかんと人生損するって思っちゃうの。だから絶対食べちゃうのね。だからもうよかったと思って、本当に。だからその写真集はもう海外で撮るみたいな感じにの人が多いじゃないですか。ミカコロナ禍で行けなかったんですけど、その海外ってなった時はもうあってもういい、嬉しいけど複雑みたいな。絶対食べちゃうけんさ、もう絶対食べちゃうとだけ、なんでみんなあんな海外で撮っててさ、乃木坂さんとかあんな細いんやろうと思って、食べとうとうって思いながら、絶対なんかねって思いながら、私結構食べたら体に出やすいからさ、なんかイカスやし、絶対食べちゃうの。わかる？絶対いろんなの食べちゃうの。わかる？絶対いろんなの食べちゃうの。撮影スケジュールとかで終わった後に食べれるやつがあるとかだったらもう最高だけどさ、絶対そんなうまく組み立てれんからさ、交番。もうもうね、みマジでって思う。絶対食べる。だってもうその日時しかないとよ。ミク泣くもん、絶対絶対泣いちゃう。私ご飯で泣ける人だからさ、絶対泣いちゃう。うわー、食べるよ絶対ミクは。ほんとになんか謎の圧かけん。絶対食べる、ほんとに。そこは我慢して、いや絶対食べるミクは、ほんとに。だってもうそのもうね、一回しかないんですよそんなのよ。やるしかない、絶対食べちゃいます私やったら。だから私なんか台湾かな、なんかタピオカが有名で、タピオカがそのライブ前に来た時もなんかいろんな味のタピオカを飲まないと損すると思って、めっちゃタピオカ、たこ焼きじゃない、タピオカを飲んだんですよ。そしたらもうお腹ぷよぷよになっちゃって、もう踊ってる時タピオカ出てきそうでしたもん。その全部を味わいたいんですよ。だから全部味わいたいんです、本当に。ご飯行った時もだから全部味わいました。そう、食わず嫌いとかなくても本当にそこでしかないって思って全部食べちゃいますね。そこで北京ダックを食べてもドハマり、うん、タプヨカです。もうタプヨカになっちゃった。うん、そう
全部をそう少しずつ食べたくなるの本当にそう。だからバイキングとかめっちゃもうやばいで女になる。シェフにいつも惹かれますもん。バイキングとかそれこそ1から100まで全部を味わいたいんで、もう細々ちっちゃくちっちゃくちっちゃ ちっちゃく取ってその食べます。なんか自分の好きなものとかじゃなくて好きじゃないものでも味わいたくなっちゃうんですよね。なんか興味本位興味津々マンだからさ。そうやばかったです。食べ放題のなんかバイキングとかやったらもう元より元の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 元元元村さんの元よりの元を取りまくります。やばいです本当に。絶対に来てほしくない女の子ランキング1位だと思います。家族と行った時ね、カニえマジもう100行くんじゃないかぐらい、それは盛りすぎなんだけど、え持ってないかも。えでも結構食べました本当に。うん、ずっと食べて、はい、元より元取ります。本当にでもちゃんと家にいるときはダメって思うときもあります。うん、思うときもあります。もうあります。もっともっとみくりもたなんてきた。はい、本当に我慢できないときもあります。うんうん、みんな逆になんかじゃあ私よくねこの時期になるとなんかな夏にしたいことは何ですかって聞かれるんですけど、みんな夏にしたいこと何ですか。フェスに行くこととかミックたちのライブに行くこととか、そのプライベートで何かあります、そのアイドル以外のなんか。私ね夏したいことフェスですって言っちゃうんですよ。それ以外でって言われた時さ何があるかなってなっちゃうんですよね。なんかあります、サイドリー以外。バーベキューだよねやっぱ。海行きたいな、バーベキュー。お家で引きこもることそれ最高。バーベキュー、海外旅行、あーいいね。夏暑くない、花火したい。あー花火もありますね。花火でも蚊が寄ってくるけん嫌や。野球見に行く、あーいいね。ボーリングは、ボーリングいつでもできるけどな。花火とかプール行きたい。あーやっぱ定番ですね。みんなも魚釣りもいいね。肉ね、川釣りしてみたいんです。川で魚釣ってそこで焼いて食べるとか最高じゃない。そういうのやりたい。お願い、お仕事でやらせて、お仕事でやらせてください。もうお仕事でなんか準備していただいてやりたいです。ヨッピーお願い。やりたい、メンバーのみんなでやりたい、お願い前田さん。プライベートをお仕事に変えて、お願い、夏っぽいことしたい。何年後か、今今年は無理だとしても何年後かお願い。いやみなちゃん呼ぼう、みんなでみなちゃん呼ぼう。その時海行く時も川行く時もみなちゃん呼ぼう。みなちゃんの愛犬も連れてってミクマックス連れていくわ。マックスやばそう。ちょっと事故りそうです、マックス連れて行ったら。ひなちゃんのワンマン可愛いよな。ミクマックスいたらやばそう。ミクマックスとねライアンとかね、そのベイ君とかさ、もうあの戯れさせたい。絶対いい。イブは気強いけんダメやけど、のんちゃんもビビりダメやけど、マックスはいけそう。社交的意外と。うん、うん、のんちゃんはね意外と人見知りなんですよ。臆病でめっちゃ。マックスも臆病だけど、なんかドッグラン行った時ね社交的やった意外と。
他の飼い主さんとかワンちゃんとかについていっちゃったりするから、最初やっぱ人見知りしてたけど慣れたら全然。のんちゃんね、新しくね来たんですよ、うちに。そう、マックスはね女の子がいっぱいいたら OK なんです。そう本当にそう、女の子が本当に大好き。スタバとかあのドライブスルーとかあるじゃん、マックとかさ、店員さんが女の子だったら、そのお父さんのね、その全然行かなかったのにお父さんの方に移って顔を乗り出すんですよ、そのお姉ちゃんの方に。でいつもお姉ちゃんからそのかわいいねーって言われるのそれがもう尻尾フリ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 マックスフリ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 俺と同じやん、やめなさい女の子大好きです、はい。押し倒しちゃいますマックス、でミクと会ったらなんかヒンヒン鳴くんですよ、もうヒン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 って言うんです、可愛いよね。定期的に本当にあの癒しが欲しくなったら家族の LINE にあの愛犬の写真や動画をくださいって送ってもらって癒されてます。あ、元気にしとって嬉しいってホッとするし癒されるから、本当に癒されたい時に LINE をする。スタバのギフトカードもらうと嬉しいですか？もらったことない、ギフトカード使ったことないんですよ、このカードですよね。もらったことないか分かんないです、でも誕生日の時にその LINE の方で送れたりするやつあるじゃん、あれめっちゃ嬉しいです、スタバ明日からメロンなの、いややばい、私結構大満足なんですよ。今はイチゴじゃないですか、でイチゴとそのチョコの方も満喫できたからめっちゃ飲んだんですよ、4回5回4、5回ぐらい飲んで、そのアポロの味の方もいろいろ飲んで、でからのメロンだからメロンジュースだね。でもメロンどうやろう、甘いメロン興味ないっちゃんね、正直。スタバのメロン今回はなんか抹茶とかさ、あのほうじ茶とかやったら絶対飲みたいってなるっちゃけど、メロンはそのまま食べたメロンの方が美味しいっちゃんね、なんかあんまその興味そそられてない、まあ、一回飲めたらいいかなっていうレベルかも今回はスタバ。メロンにねそこまで惹かれなかった、そのままメロン食べた方が美味しくない、絶対分かんない。でもしも飲んでやばいめちゃくちゃ美味しいんだけどってなったら飲みそう。でもお願いだから一回でいいんでずんだ出してほしい、もうマジで飲むよ。まあ、ずんだの羽田空港にあるあのずんだのやつを超えれるものはないんだけど、あれはないんだけど、でもずんだ出してほしいな、かずんだか、ほうじ茶生キャラメルとか、うわやば天才、塩チンスコーとか、ずんだ結構おいしくない？待って、私めっちゃずんだ好きなんだけど、いやでもメロンジュース、メロンジュースじゃない、メロンのスタバも楽しみは楽しみですね。はい、でもなんかすぐ飲みたいって感じでもないかも、別になんかほんとなんか一回ダイエット終わった後に飲みたいなみたいな感じかも。ダイエットしてても飲みたいまではいかんかったメロン今回あんまり、ほうじ茶まだありえそう、ほうじ茶一回あったんですよ期間限定で、てか今ほうじ茶クラスティッシュクラスティックラテありますからね、それめっちゃ美味しいです。塩チンスコは良さげですね。そう、私ね塩キャラメルとか塩チンスコとかめっちゃ大好きなんですよ。塩おにぎりとか大好きです本当に。
セブンイレブンとかに置いてあるなんか塩おにぎりあるじゃないですか。あれ一時期めっちゃハマってました。そう、ドトール行ったことある。なんかアサイーボールが好きで行ったかな、忘れた。塩キャラメル好きです。なんか塩なんとかみたいなの好きです。はい、炭塩とか塩みくりんにはならないでよ。だって塩みくりんにならないけど塩好きです。うん、でもなんか卵焼きとかさ、砂糖入れるけどそこにちょっと塩入れると甘みが引き立つじゃないですか。それと一緒でやっぱ私もちょっと塩あった方が甘さが引き立つかなって思うので、塩みくりんはあってもいいとは思いますよ。卵焼きに自分を託して、はい、トマトに塩も美味しい、あとスイカに塩も美味しい。そう、甘さが引き立つよね。うまいこと言うなしやって、えへ、うん、あ、きなこもいいですね。もうあなたやばいじゃない、きなこのさスタバとかやばそう。てか暗くなってきたな、なんか電気つけるか。なんか節約しててあー、ごめんなさい、節約してて窓の光で生きてるんですよ。それがなかったらちょっと立ちくらみが最近激しい。明るくなりましたね。どうにかなりそう。ひゃー、明るくなりましたね、いきなり。なんか顔が鮮明に映るからめっちゃ恥ずかしいんやけど。お肌がプルプル、田中美久です。ツルツル、なんか塗ってんじゃないのかっていうくらいツルツルですね。テカテカしてる。でも今あんまりオイル塗ってるからね、ツルツヤツヤです。ツヤツヤみくりんです。お風呂上がりがツヤみくりん。お肌乾燥肌なんで保湿していい感じにしてます。ツルツルでツルツルでやらせていただいてます。はい、きゅうり好きですか。好きです。きゅうりっていろんな調理法があって本当に美味しい。煮込んだりするの好きです。この前髪好き、ありがとうございます。ちょっとも伸びてきたけん切ろうかなとか思ってます。きゅうりは塩もみしてかしら好き。ああ一緒です、わかりますよ。あの塩、あのね、ごま油と本だしで、あのきゅうりを細かく割と切って酢入れて、みりん、酢入れるだけかな、酢と塩でめっちゃ美味しいのが作れちゃう。あとわかめも入れたらめっちゃ美味しいのと、ともう一つはまあまあまあ程よいぐらいの大きさに切って、そこにあのごま油と本だしを入れたらってくらい美味しいのでやってみてください。本だししか勝たん。本だしって美味しいよね、うん、あとみりんとかも結構入れちゃう。そのあの肉じゃがとかお酒と、まあ、みりんは結構入れちゃいますね、うん、生姜は入れんな。
でもなんかニンニクとかは何でも入れたりするかもしれない。だしはマジでだし、あ、わかります、本当にわかりますよ。うん、はい、あと15分とか20分で終わっちゃう、寂しいね。あー、キュウリのおかずにたっぷりのごま絶対美味しい、わかる。それはダイエットとかにも意見いいかもね。わかめとかするのはね、意見。今日7時半までです。区切りのいい2時間で終わります。お腹空いてこない、全然。喉はめっちゃ喉はめっちゃ乾きます、本当に。ブブか今見た、かわいい。マサキッチーさんありがとう。エナピさん発音ありがとう。カイシュウさんが発音ありがとう。豪快ですよね、飲み方。もやしのナムルを食べる。もやしナムルめっちゃ大好きです。あとチンジャー、チンジャー好き。チンジャーローじゃなくてなんかね、忘れた。なっちゃんなんかこの間ね、私の家でタコパやった時にジーナさんが作ってくれたやつがめっちゃ美味しかったっちゃんね。なんやっけ、なっちゃんの家でよくやっとるんよね、あれ。忘れたわ。になんかな、あのチーズを入れるんですよ。わかりません、知れました。あ、ちゃんじゃでした。ちゃんじゃ、ちゃんじゃ、そうそう、チンジャーじゃないです、チャンジャーでした。それを食べてめっちゃ美味しい、なんじゃこりゃ思って。好き。それになんかあのあれを入れるんですよ、あのね、チーズのレアチーズみたいなやつ、クリームチーズだっけ、なんて言えばいいの、クリームチーズ、美味しかったです。チャンジャー美味しかった、はい。うん、クリームチーズめっちゃ美味しかった。それを塩で巻いて食べる、それが、あ、塩で巻いてじゃない、海苔で巻いて食べる、それが美味しかったです。カクテキとかも好きです。男性の年齢、恋愛対象なんす。男性の恋愛対象無限です。はい、恋愛対象を年齢で見るぐらいの人間ではないので、あの本当に無限です。私本当に60代でも70代でも80代でもめっちゃかっこいい、めっちゃ好き、めっちゃいい人って思ったら好きになってると思います、本当に。逆に年齢でしか見れない人じゃなくてよかったって思う。マジでなんか嬉しい、自分がそういう人で嬉しい。人
人をよく見てるからかな、なんかその人を見てやっぱ素敵な人がいいなと思う。行動がかっこいい人と一緒にいて楽しい人、どっちがいい？どっちもかな。行動が伴ってる人が本当に好きでかっこいいなと思います。口だけで会いに行くよとかいう方がいたとしてもちゃんと実際に会いに来てくださってる方の方がそれは嬉しいです。まあ、いろんな都合があると思いますけれども、いつかっていう言葉は私あんま信用してなくて、私はほとんどなんかやるかやらないか迷った時いつかやりますって言うんですけど、いつか会いに行けますって言われるよりも何月何日のこの日に会いに行くのでっていう決まったことを言ってくれる人とかしっかりしてるなっていうか、ありがとうございますって本当に思います。いつかはそのいつかが来ない時もあるんで、そうかっこいいですいつか行くよっておいおい七子をやめろ、おいおい座布団持ってきてちょっとうまかったから座布団持ってきてくれる、コメント大変やな、コメントちゃんと読んでます。コメント読んでます。好きってきた、ありがとう。こんばんは、こんばんは。今日は寝るまでずっとブブカ見てよ、わかわいい、ありがとうございます。カムザムリだって感じ。パジャマ早くない？お家おるとき大体パジャマ、私服でおれん家に。私絶対ベッドでゴロゴロしたりソファーでゴロゴロしたりするけん、あと料理とか作るときとかもあるけん、なんかその汚れてもいい服でいるわ、楽な服でいるわ。パーカーとかパジャマとかがほとんど。え、めっちゃ外綺麗やない？え、めっちゃ外綺麗やん、なんやねん、水色、青、水色、緑みたいな、オーロラや、オーロラめっちゃ綺麗なんやけど、綿菓子みたい、美味しそう。あのさ、原宿にあるさ、カラフル綿菓子みたい、美味しそう。うちに帰ったらブーブーが届いてるはずやね、楽しみくりん。イエーイ、嬉しい、楽しい。こうやって少しでもみんながさ楽しんでくれるのがあったらめっちゃ嬉しい、ほんとに。ミーコ好き、ミーコも好きよー。なんかさ、竹下通りにあるよね、食べたことないけどあるよね、あんな大きいのね、食べれんわ。何でも食べ物に例える田中が、食べること好きやけん。よく食べる男性どうすか？いいと思います。なんかご飯行く時とかさ、メンバーとかもそう、メンバーとか特にそうなんですけどさ、やっぱ食べてくれるメンバーと行くとさホッとするわ。これメルちゃんにも言われたんやけど、結構食べるちゃんね、やけん、なんかメルちゃんも割と食べるから、なんかミクがめっちゃ食べると安心するって言われます。なんかね、すぐお腹いっぱいってなっちゃうとさ、へーってなっちゃうけどさ、私がその分食べるんですけど、残ったらなんかいっぱい食べる子はいいですよ、その分すくすく成長するんでね。めっちゃ食べてて驚いたメンバーいる。でも私もめっちゃ食べるんですよ、本当に本当に本当に
めっちゃ食べるんですよ私。すごい食べるの好きで、でもなんかその食べてて驚いたっていうよりかは、細いのにこんなに食べるんだって思ったのはソモチンかも。ソモチンって結構スタイル良くて細いじゃないですか、イメージね、細いです実際。なのになんか本当によく食べるんですよ、お弁当2個とかお弁当3個とか普通に食べるから、その分どっかで我慢してるのかなと思う波なんですけど、結構食べるからさ意外だなってそこ思いました。スモチンも、ね、よく食べるっていうメンバーも言うし、肉よく食べますよ本当に、ね、なのに身長伸びなくてね、カナピーでちゅ、もうそろそろ終わりますか。ミクちゃん好きありがとう、うん、逆に食べない人誰。いやこう正直私メンバーとご飯行くこと少なくて、入れたんぐらい人しか最近ご飯行ってないというか、そう、人とメンバーとまずそのご飯行かないです。決まったいろんなメンバーとね行かないんですよ。そうそう、だから分かんないですプライベートほぼ家に引きこもってるから、一緒にどっか行こうって誘ってくれないとあれかな。昨日前タコパこの間した時もなっちゃんが普通にミク明日何してるって誘ってくれて、なじゃあこうしようってなってああいう感じになったし、エレと行く時も、まあ、エレが一番誘いやすいかな。なんか何か食べる時に呼ぶのエレたんしかいないかも。なんか誰と行くとかなくて決まってない。もう交友関係はめちゃくちゃ狭いです正直。めっちゃ狭いです、はい、みんなと仲いいんですけどプライベートだと一人かエレタンだけです。本当に決まったやつはでも基本本当に一人です。休みの日にどっか行こうってならないですね。自分から誰か誘ったことないです、あの最近っていうか、ないないいつも一人かエレタンとどっか行くかですね。だから詳しくなくて、詳しくないです詳しくないんですよね。そう大抵いつも一人が多いです本当に。ということで、そうそう時間かな。13位からイサオさん、12位はミツノリ、11位は一見、順位はハリーさん、9位はなんていうこと福岡のおじさん8位はナオチョ、7位はジェジノエン、6位はオイちゃん、5位はユウさん、4位はみんなみ、3位は功績さん、1位はイマッチさん、ありがとうございます。なんかランキング変わる、13位久保さん、12位階段、11位知見、10位ハリーさん、9位はおじさん、8位はの7位ジージー、6位ユウさん、5位アオイちゃん、4位ミナミック、3位コウセキ、2位マッチ、1位マサタンだ、ありがとう。今日5月最後の配信で、明日から6月ですよ。早い早いですね皆さん、5月病というものもなくなりましたね。早いですね本当に。6月もお仕事だったり学校、夏休みっていつからなんだろうね。なんかみんないろいろ大変だと思うんですけど、またショールームとか SNS で会いましょうね。頑張りましょうお互い、ファイトファイト。
ね、もう紙、え、早い、ええー、待って、正直ついていけん。もう上半期になるとやばいよ。6月過ぎたら、え、私個人的にもういつも毎年言っとうと思うけどさ、2022年が一番早いわ。早く1年感じる。嘘やん。なんか20歳になってから本当あっという間に年取るってみんなに言われるけど、本当にあっという間な感じがします。え、寂しい。なんかやっぱ一日一日が本当に大事だなっていうのを感じる。やだー。え、もう何してるんですか。もっと会いましょう。やばいですよ。一日一日が本当に大事ですね。嘘でしょ。わ、本当あっという間よ。だってやだやだよ。いっぱい楽しい思い出作りましょうね。夏とか特に本当に。みくな、最近泣きそうな気持ちになるんです。なんか儚くて、世界が世界が中二病なんかもう楽しいって思うことが多いの。メンバーといたりとかファンの方と過ごしたりしてて、でもその楽しいってその時しかないって思ったらめっちゃ悲しくなるの。なんか楽しいのに悲しいの、わかる？なんかなんだろう、なんかメンバーとティフとかそれこそやったりとかライブしたりとかめっちゃ楽しいんやけど、この楽しいは今のこの一瞬しかないんやって思ったらもうめっちゃ泣いちゃいそうになっちゃうの。うわーって、いえー嫌だよって、でも楽しいよみたいな、なんかそれがもう嫌だー。楽しい思い出いっぱい作ろうね。本当に楽しい時って一瞬ですよね。本当に私も今年グラビアとかで充実してたからすごい早く感じちゃうね。まだまだ頑張っていきましょう。頑張ってる時ってでも長く感じるよね。なんか頑張ってる時はなんかもう疲れてたりしたらさ一瞬だけどさ長く感じる。いつまで頑張んなきゃいけないの。筋トレしてたらさなんか世界長く感じる。本当に一秒一秒が苦しくて、はい、ということでありがとうございました。いっぱい見てくださってさ、本当にもう季節のせいにしたくはないけどって感じで、 B さんもたくさん聞いてください。まだあと MV 解禁まで、まあ、6月になるからに明日過ぎて23日、フラギ日もありますし、みんなありがとうございました。明日公演頑張ります。ありがとうございました。みんな6月も楽しもうね。イエーイ、いっぱいリブとかね、いろいろ待ってるね。ありがとうね。ブブカも見てね。バイバーイ。6月も雑誌いいから見てね。バイバイ。6月は絶対ついてきてよ、ミクに。本当に雑誌ついてきてね。6月もっていうか今年1年ずっとついてきてください今年1年頑張ろうな。バイバイ。